4期16年にわたり姫路市のトップを務めた岩見俊勝市長が今日退任式に臨み、職員たちに感謝の思いを語りました。退任式に出席した岩見俊勝市長は、市民に分かりやすい言葉を使って物事を伝えるよう努めてほしいと挨拶し、共に歩んできた職員たちが大きな拍手で長年の労をねぎらいました。岩見市長は2003年4月の市長選に立候補、当時現職だった堀川和弘姫路市長を破り初当選を果たしました。 JR 姫路駅前の再開発に取り組み、中心市街地への機能集約を推し進めたほか、国宝姫路城の保存事業を平成の大改修に取り組みました。この姿勢を、幸せの街、感動のある街、そしてそれらが未来に確実につながる持続可能な街を目指して頑張ってまいりました。どうもありがとうございました。姫路市では今月21日に行われた市長選挙で初当選を果たした清本秀康さんが今月30日に就任し、来月7日に初登庁する予定です。